警察と消防によりますと、今日午前10時ごろ、伊豆市松ヶ瀬で家から火が出ていると通行人から消防に通報がありました。消防車と救急車合わせて11台が出動して消火活動にあたり、およそ3時間後に消し止められました。この火事で火元となった木造2階建て住宅と隣接する空き家の合わせて2棟が全焼したほか、隣接する住宅の壁の一部を焼きました。火元となった住宅には60代の男性が住んでいて、火が出た当時外出中で怪我人はいませんでした。警察と消防で火が出た原因を詳しく調べています。